共栄高校や英徳高校などを運営する共栄学園は今年創立110周年を迎えました。その記念で開かれた練習試合の相手は大阪桐蔭。甲子園で春夏2度の連覇を成し遂げた全国屈指の強豪校です。試合では県内でも屈指の好投手、共栄の東松快晴投手が大阪桐蔭のバッターに挑んでいました。バンテリンドーム名古屋で高校野球が行われるのは珍しく、今日は生徒や保護者ら関係者のみが試合を観戦しました。